どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は先行体験サーバーを利用した先方詳細動画ということになるんですけど、まず最初にお伝えしておきたいのが、まあ先行体験ってそんなに期間が長くないので、そこまで先方詳細が貯めれてないということだけご了承いただけたらと思います。で、今回の先方詳細動画は進化球という強テンプレ編成の先方詳細動画ということになります。こちらの編成は僕がよく見てるテンプレ表では、シーズン17では最強の編成というふうにされております。ただこのテンプレ表の、作成された段階で周囲の固有戦法っていうのが情報修正されてるかされてないのか、この辺がちょっとはっきりわからないので、もし情報修正されてないっていうことだと同じ評価にはならない可能性があるということだけご了承いただけたらと思います。で、組み方なんですけども、周囲に混迷乱情と風女火星で、ロシクに残壁砲と西方詩人で、 SP 両毛に異望必死と総戦尺戦という編成ですね。シーズン17は奉仕陣を弓編成でも使えるということで、この編成が誕生したわけなんですけど、周囲の火力っていうのをしっかり上げた上でですね、相手を倒していくというのがコンセプトの編成ということになります。で、こちらの編成に関しては、共存性っていう面ではそこまで厳しくない感じがしますよね。残壁砲と総戦尺戦が非常に高級ということにはなるんですけども、まあ、括弧地領土と飛行聖書を合わせたような強テンプレと共存できるっていうところはかなりプラスになるんじゃないかと思います。で、周囲の固有戦法というのはパッシブ戦法で、戦闘中自身がアクティブ戦法発動ごとに 80% の確率で敵軍全体に計略ダメージを与えるというものになります。で、さらに自身が主将の場合は 50% の確率で目標を燃焼状態にするということで、うまくいけば敵軍全体に燃焼付与できるということになります。で、さらに厄介なのがパッシブ戦法による燃焼付与ということになるので、相手がすると括弧領土とか総戦尺戦で解除できない燃焼ということになってるんですよね。これによってその投降兵の編成とかからするとかなり脅威な戦法ということになってます。で、さらに風女火星を覚えさせることによって効果力が叩き出せるんですね。敵軍単体に軽力ダメージを与えるという戦法になるんですけど、目標が燃焼状態の場合さらに軽力ダメージを与えるということで、このダメージが結構大きいんですよね。最初に与えるダメージよりでかいということになってます。で、先ほど申した通り、周囲っていうのは敵軍全体を燃焼にできる可能性があるということで、風女火星が発動した時の火力っていうのは結構出るようになるということです。で、これが奉仕陣で底上げされるということになるので、メインアタッカーとして成立するわけですね。で、兵法書に関しても順天王子というですね、あまり見かけない兵法書を装備させることになります。持続性状態を与えるときに 35% の確率で持続時間を一旦増やすということになります。これは燃焼が長くなるっていうことなんですよね。長くなれば風女火星の高火力のトリガーとしてですね、長い時間待機することができるということにもなりますし、そもそもの燃焼ダメージっていうのも多く入れられるということになるので、まあこの兵法書は外せないんじゃないかと思います。で、さらにロシクの固有戦法っていうのはですね、2ターン目に兵力が最も減っている友軍にですね、属性を振り分けるということになります。なんで今回の編成の場合は周囲の兵力っていうのが減っている方がいいということになりますね。で、一応ですね、残壁砲をつけてるので周囲に援護をつける形になりますよね。これによって相手の平均ダメージっていうのはかなり抑えられるようにはなるんですけども、ちゃんと周囲にダメージは入るようになるということになるわけですね。で、念には念をということで SP 両毛なんかに合法なんかをつけておくと、 SP 両毛のダメージっていうのもかなり抑えられるということで、2ターン目に周囲に属性っていうのの振り分けが向く可能性が高くなるということで、この辺の下準備っていうのも必要になってくるかと思います。まずは速攻型との勝負ということで見ていきましょうか。ゴキバとの対決ということなんですけども、結構兵損は出てますが勝ってるという形になってます。まあこれはですね、残壁砲と援護でですね、周囲に対しての平均ダメージっていうのがかなり抑えられてるから、速攻型に対してもですね、抜かれずに勝ててるっていうことだと思います。で、火力の方を見ていきたいんですけど、周囲の、風女火星がですね、1回発動してるっていうことなんですけど、ただの1回の発動で5700ダメージが出てるっていうのはかなりでかいかなと思うんですよね。なんで、ここら辺の壺にはまった時の周囲の火力っていうのは相当なものになりそうな感じがします。
次は古神器との対決ということなんですけど、これに関しては何もできずに負けてるっていうことになってるんですよね。まあ首相にダメージが集中してるせいで首相抜きされたということになってます。まあ援護をつけてる関係でこれはしょうがないかなとは思うんですけど、ちょっとねこの古神器は上振れしてるところがあるんですよね。対指示通常攻撃4回で、亡霊式が3回、即場切りが1回、で、艦内に関しては通常攻撃2回で100機攻撃が2回みたいな感じになってるので、まあかなり突撃戦法が発動してしまったということになると、やはりその周囲の耐久力っていうのが高くなってても耐えきれないっていうことになるかなと思います。これはしょうがないと思いますね。で、周囲に活目相対を混迷乱序の代わりにつけるとかいう方法もあるかもしれないんですけど、そうなると周囲の固有戦法のトリガーっていうのが減ってしまう上に、やっぱり周囲が2ターン目に兵力減ってなければいけないので、回避っていうのはですね、選択肢からは外した方がいいかなと思いますので、まあこの辺は許容せないかん編成になってるかなとは思います。で、こちらは呂布三世との対決ということなんですけど、勝ってはいますが半分ぐらい削られてるっていうことになりますね。なんで速攻型あまり得意としてない感じはありますね。残壁砲プラス援護の恩恵っていうのはあるかもしれないんですけども、そんな率先して当て替えたいかって言われたらそんなこともないっていうことだと思いますね。で、一応ですね、また先方の火力っていうのを見たいんですけど、風除火星3発で9000ぐらい、まあ平均3000っていう感じにはなってるかなと思うんですけど、やっぱり火力しっかり出てくれてる感じがしますよね。もう周遊で風除火星っていうのは結構外しがたい戦法になるかもしれないですね。発動確率っていうのも 50% ということで結構高いので、こういう戦法のトリガーとしてもですね、非常に優秀ということにはなります。そしたらここからは騎兵の万能型との勝負っていうのを見ていきたいかなと思うんですけども、こちらの編成はトントン雄ですね。超強テンプレということらしいんですけども、ほぼ兵損なく勝ててるということになってます。比喩軍の編成に対してこれはなかなかすごいですよね。ちょっと満潮に兵士宝物がなぜか装備させられてないということでですね、まあ本来の強さには達してない可能性はあるんですけども、まあここまで一方的っていうことだったらですね、まあしっかりと鍛え上げられたってたとしてもですね、割とやれるんじゃないかっていう気はしますね。で、風上火星4発で2000ということで、なんかだんだん平均値っていうのが下がってきてるような感じはするんですけど、まあ発動確率っていうのは結構高いので、まあそれでもつけないっていう手はないかなと思いますけどね。で、こちら、吹き機との対決ですね。比喩軍がついている吹き機との勝負ということなんですけど、優勢引き分けということですね。ほとんど削られてないっていうことになってます。で、一応 SP 閣下の固有戦法とか14回発動みたいな感じで、だいぶいい感じで発動してるんですけどね。それでもこんな感じでほとんど削れてないっていうことで、やっぱりかなり硬い編成なんだろうなっていう感じがしますね。ちょっと上兵波防が一発しか打ててないみたいな感じで、そこら辺は相手も下振れてるところはあるかなと思うんですけども、風上火星5発で6700ですか。まあ必ず燃焼状態になってるとも限らないんでね。ただやっぱこういう戦法での火力っていうのもかなり出てますよね。1万3000出てるっていうことで、アタッカーとしての周遊っていうのがかなり優秀というのが分かっていただけると思います。で、こちらは SP 技法機との対決ということなんですけど、優勢引き分けということですね。なんで技法系ともかなり渡り合えるんじゃないかっていう感じがしますね。やっぱ異防必死がでかいかなと思います。3発も発動してるので、SP 閣下が23回発動してるんですけども、ダメージがそんなに出てないっていうことになりますね。で、やっぱこの周囲の固有戦法っていうのは安定してますね。普通にやっぱ引き分けまで行くと1万撃破ぐらいは当たり前に出るようになってるかなっていうところでですね、逆にこれ周囲が情報修正されてしまったらそれは最強言われるわっていうぐらいですよね。かなりいい武将だなと思います。で、こちら孫大衆との対決ということなんですけど、劣勢引き分けということですね。やっぱり孫大衆強いですよね。非常に安定してる編成だと思います。で、憲法派生はね、あんま得意じゃないような気がしますね。で、5発撃たれてるので、まあ思ったように周囲は活躍できないっていう環境はあるかもしれません。ただこれ風除火星すごいですね。1万出てるっていうことで、こういうプラス風除火星で引き分けまで行くと、まあ大体2万ぐらいは行ってくれるのかなっていうレベルにはなってるかなと思いますね。ただ進化球に関しては、そのパッシブ戦法とか指揮戦法が全てこういう戦法に該当してるっていうことになるので、やはり憲法派生は嫌だろうなっていう感じがしますね。で、引き分けまで行くとやっぱこの異防必死が何発打てたかみたいなことも大事になってくるような気がします。
さあ、そしたらこっからは苦手な盾との勝負ということで見ていきたいんですけど、まずはこれ干潮盾って言ったらいいんですかね、との対決でですね、ほぼ削らせずに勝ってるっていうことなんですよ。これすごいですよね。何ターンかかってるんだろう、6ターン決着ということですね。やっぱり火力はかなり出るかなっていう感じですね。風除火星と、あと固有戦法で合計2万5000ぐらい火力が出てるっていうことでとんでもないですね。弓の編成で、これでだけ盾の編成にダメージ入れれるっていうのは結構すごいかなとは思うんですけど、まあちょっとこの盾の編成、耐久戦法っていうのをあまり積んでないような状況で、で、異母皮脂が発動できてないっていうことだと、まあこういった結果も致し方ないのかなっていう気はします。ただ、投降兵でもないですからね、なかなか火力出るなっていう感じですね。で、こちらは核弾張飛との対決ということなんですけども、勝ってます。核弾張飛に関しては、シーズン17でもかなりいるんじゃないかって予想されますよね。なんで、こういった編成に勝てるっていうことだったら、かなりプラス要素かなとは思うんですけども、まぁ、ちょっと SP 炎症が大体戦法を積んでるみたいなところがありますね。ここきっちり積まれた時にどうなるかっていうのはちょっとわからなさそうというか、多分、勝てんのちゃうかなと思いますね。先行体験サーバーなんで優劣もないんで、その相手でまあこれっていうことになると優劣なんかを持たれるともっと厳しくなるんじゃないかなとは思いますけどもね。で、一応5ターン決着ということはやっぱ決着が早いのもいいところかなと思いますね。まあ耐久というよりは万能寄りの弓の編成ということになりそうです。次は天候盾との対決ということなんですけど、この天候盾は投降兵を持っているので、まあしっかり火力出てますよね。固有戦法で2万近いダメージが出てて、ほぼ兵損なく燃やし尽くして勝ってるっていうことでですね、まあ知力が高い相手に見えますが、きっちりと投降兵ということで燃やせるというのが分かっていただけると思います。で、こちらに関しては、投降兵を持ってない法政三歳人との勝負ということなんですけども、まあ劣勢引き分けっていうことになってますね。苦手な兵種なんでしょうがない部分はあるかなと思います。相手の知力も高いですしね。で、まあちょっと下振れてるかなっていう感じはしますけどね。8ターンまで行って混迷に、風除にっていうことはあんま発動してないっていうところではあるので、ここら辺がガンガン発動できてたら、もうちょっとイーブンに持ち越せてるんじゃないかと思います。まあ、ただ相手もね、超過がこういう2発みたいな感じで、泥試合になるのはしょうがない部分はあるかと思います。で、こちらは仙人盾との対決ということなんですけども、勝ってますね。1万ぐらいは削られてはいるんですけども、やっぱ固有戦法で2万3000撃破ということで、ボーボー燃えてるなっていう感じがしますね。なんで、投降兵見かけたらどんどん行ってもいいんじゃないかと思います。まあ、ただ、耐盾の、その、魅惑付きとかいう場合だったらですね、巨弱を食らうとダメージが入らないみたいなこともあるかもしれないので、安定して勝てるのには変わりはないかなとは思うんですけども、たまにしっぺ返しを食らう可能性はあるかと思います。ただ、まあ、そこは考慮せずにですね、どんどんぶつけていくべきかなとは思いましたね。さあ、そしたらこっからは弓との対決というのを見ていきたいんですけど、SP 軍弓は苦手なのかな？一方的にやられてますね。何もできてないですね。2000も削れてないということでですね、しかも3ターンでやられてるって早いですよね。まあ、戦法がまあ結構これは発動してるところはあるかなとは思うんですけども、まあ、ちょっと制御系っていうのに弱い、んー、いやけど操船尺線あるしなっていうところですよね。ただ、マジで何にもしてないっていう感じで、まあちょっとこちらは、進化球の方が発動しなさすぎっていうところはあるんですけどね。逆にこっちはガンガン発動してるっていうところがあって、やっぱりこの SP 両毛なんかが初手で抑えられてしまうと操船尺線が打てずにみたいなこともあるかもしれないですね。弱体解除っていうのが決まらない場合はそういうこともあると思います。で、こちらも SP 軍弓との対決ということなんですけど、今回に関しては優勢引き分けということになってますね。ただ SP 軍弓ってそこまで耐久力高くないはずなんですけど、とどめが差し切れてないということで、まあ風除火星が一発しか打ててないみたいなところはあるんですけども、やっぱりその周囲が戦法しっかり発動できないとこういうことになるのかなっていうところはありますけどね。やっぱりその耐久力ない分制御っていうのをガンガンかけてくるっていうことで、まあかなり厄介ですよね。それが解除できないっていうことになると結構しんどい部分はあると思います。ただまあ創生尺線4発打ててるんでね、まあこんだけ打ってるんだったら、まあこういった結果になることが多いということだと判断してもいいような気はしますけどね。ちょっと戦いたくない相手になりそうな気がします。で、こちら、トトク弓との対決ということなんですけど、これ兵力がですね、最初、こちらは1万9000しかないような状況でですね、相手をほぼ壊滅まで追い込んでるっていうことなんですね。これすごいですね。で、これ、リクソンの固有戦法4発撃ってるんですけどね、
それでも、ダメージが816ということで、まあ、よっぽどこれイーボーフィッシュのタイミングと重なったんだろうなっていうところですね。やっぱりイーボーフィッシュってとんでもなく優秀な戦法だと思います。ただこれ見ると風除火星を7発も撃ってるっていうことなんですよね。かなり上振れたっていうことでですね、こういった結果につながってるんだと思います。でこちらに関してもトトクユミとの対決ということなんですけど、しっかり勝ててるっていうことですね。やっぱりまあこちらの編成の方が上位互換なのかなという感じがしますね。まあそれだけ周遊とあと奉仕陣の相性っていうのがいいということなんでしょうね。今シーズン限定ということにはなるんですけども、かなり楽しみな編成というか、これ相当増えるんじゃないかなと思いますね。投降兵はやりにくいシーズンになると思います。でこちら許可損給との対決ということなんですけども、ボロボロにやられてますね。やっぱ許可損給強いですよね。まあちょっと僕がこの編成を使うタイミングが遅れて、相手は多分ずっと使ってたっていうのもあって、レベル50になってる許可損給ということでですね、しょうがない部分はあるかなとは思うんですけども、やっぱり後半ターンになればなるほどこの巨有の固有戦法っていうのが効いてきて、属性がかなり下がってるということになるので、まあ思ったほどダメージが出なくなってしまうっていうことなんでしょうね。相当鬱陶しい相手になるかなと思います。で僕自身はですね、この許可損給は組まないですけど、また別のですね、独流級になるんかな、巨有と太子寺と核を使って弓の編成は組もうと思ってるので、この相手に対してですね、まあ進化級に対して対抗できるっていうことだとですね、かなり嬉しいですけどね。そしたら最後槍との対決というのを見ていきましょうか。で渡航層との対決なんですけども、圧勝ですね。渡航層と言いますと、まあ最新シーズンではかなり活躍した編成で、弓だからといって安定して勝てる相手ではないんですけども、きっちりと仕留めてるということで、これはかなり頼もしいんじゃないかなと思いますけどね。まあただちょっと風除火星7発も撃ってるっていうことになるので、まあだいぶ上振れたなっていう感じはしますけどね。でこちら区間層との対決ですけども、これも圧勝ということですね。いいですね。区間系に対してきっちり勝てるっていうことだと、まあ、来シーズンかなり活躍できるのは間違いなさそうな感じがします。イボ必死とか一発も打ってないんですけどね、それでもこんな感じで勝ててるということです。でこちらも区間層との対決で圧勝ですね。何がいいって、兵装ほとんど出さずに勝ててるっていうのがいいですよね。やっぱ混迷乱上での属性低下みたいなのもかなり効いてきてる部分はあるかもしれないですけどね。いやしかし火力よく出ますね。もう2万超えなんていうのは当たり前に出るかなっていう感じで、周囲の火力っていうのが素晴らしいことになってると思います。で最後は北伐層との対決ですね。きっちり勝ててるっていうことなんですけど、まあ、北伐層ユーザーの僕からしてもですね、この相手に勝てる気っていうのは一切しないということにはなってるんですよね。なんでまあこういった結果っていうのはしょうがない部分はあるかと思うんですけど、まあ、多分食槍に関しては来シーズンもしっかりいるような感じがするので、安定してそういった部隊に勝てるっていうのはですね、使いやすさの一つとして評価していい部分になるんじゃないかと思いますね。はい、ということで初手で負けたっていうのはほとんどないということになりますね。非常に安定してると思います。引き分けも多いんですけどね。でかなり先行も稼ぎやすいかなと思いますし、放浪なんかでも資源っていうのをがっつり稼げそうな編成だなというふうに思いました。まあこれは強いって言われるのも納得だなっていうところはあるんですけども、まあ、リクソンを使うバージョンみたいなのもね、かなり強いということみたいなので、まあ、好みで使い分けていただけたらなとは思います。ただやっぱり冒頭でも言いましたけど、装備スキルっていうのはちゃんといるかなと思います。周囲に援護。で、SP 旅網に、その、合法なんかがあればさらにいいと。で、SP 旅網にランダーなんかもあればいいですし、兵士宝物なんかもいるということになるので、要求されるものは多いかなと思います。ただ、そこら辺をきっちりとですね、仕上げているっていう方だったら、組む価値は大いにある編成だと思いました。ご視聴ありがとうございます。ランチャンネルは3つのアカウントを運営しており、各チャンネルで扱うテーマが違います。メインチャンネルではゲームの攻略情報やゲーム実況をメインに動画の投稿を行っております。なんせのノスタルジーチャンネルではあなたのノスタルジーを刺激する懐かしさを感じてもらえる動画を投稿しています。またメインチャンネルに問題が生じた時の避難所チャンネルの役割もあります。ダンセのゲーム考察解説チャンネルでは、その名の通りゲームの考察やゲーム関連の小ネタを動画にしています。すべてのチャンネルを登録していただけると大変助かります。チャンネルリンクは概要欄です。何卒よろしくお願いします。